はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今回はですね、エルフラワーデザインスクールのウェブレッスンを彼がね、講師をしていきたいと思います。今回使う器はね、こちらです。こういう器ってね、みんな簡単だと思ってる人多いかもしれないんですが、実はね、難しいんですよ。っていうのが、もう一からね、全部デザインを構築しなきゃいけないんで、ある程度こうね、器がこう、なんだろうな、形ができてるものって、お花を添えるだけで様になっちゃったりするんですけど、こういう器の場合はね、花を添えるだけでは様になりません。なので、しっかりとしたね、デザインの練習をこちらでしていきましょう。で、今回使う花材は、このようなガーベラが5本ですね。それからトルコキキョウ、今回これ2本使ってますけど、大体適量でいいと思います。それからレザーリーフファンが2枚、ナルコランが2本、こちら1本でもね、できないことはないです。あとドラスナが1本、そしてこちら今回はこのリモニウムの、ね、ハイブリッドバッグ1本使ってますが、カスミソウなんかでも、代用はできます。ではこちらでアレンジメントを制作していきましょう。今回作るアレンジメントは、縦型一点集中型アレンジメントを制作していきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では実際にアレンジを始めていきます。今回使う資材はこのホチキスですね。そちら、それと、ワイヤー22番から20番、これを、まあ、2、3本で足りると思います。まず最初にこちらガーベラですね。これ再三動画でも申し上げてますが、ガーベラはこのまま刺すとフォームが酸性でガーベラが酸性に弱いので、水が下がってしまいます。なのでワイヤーをインソーションします。中にこうガーベラの中に、ね、ワイヤーを入れていきます。ここのとこ中空洞なので、こうゆっくりね、中突き抜けないように入れていきましょう。今この首までワイヤー入りました。そしたらワイヤーを切って、ガーベラをこのように刺します。今回はワンサイドといってね、こうオールラウンド、四方見ではなくてワンサイド、片方からしか見ないアレンジメントを作っていきます。したらガーベラを、どんどんこうインソーションしていきます。今回は左右対称みたいな形で作ってますけれども、必ずしもこの左右対称になるとは限らないというか、日本人はね、やっぱりこう左右対称系苦手なんで、ちょっとねこういびつになっても構いませんので、このように刺してみてください。はい、とりあえずこれでねガーベラが5本入りました。そしたらね、こちらここでこのレザーリーフファンでちょっとある程度ね、こうファンデーションワーク、要するにカバーグリーンといって、この吸水性フォームを隠す作業をしていきます。これはねフラワーアレンジメントではどうしても避けられない作業ですので、慣れないうちはね、この作業をしっかりやっていくようにしましょう。こういうような状態ですね。
そしたらですね、ここでドラセナ、こちらのドラセナをね、このように1枚ずつにして、しっかりとこのように葉っぱを伸ばして、で、こう形が悪いものは丸めて形を整えて刺していきます。でここからね、少しこう形が、アレンジの形が変化が出てきますね。で、先ほど使いますよといった道具、このホチキスでドラスナを丸めたものをこのように止めて、丸めたドラセナも刺していきます。で、切り分けてきたドラセナですが、1本だけね、このように長さをね残しておきます。そしてこれをね上に立てます。次に鳴子をね、このアレンジに添えていきます。このような状態になります。続いてこちらのトルコキキョウを、この間にね刺していきます。トルコキキョウはこれ1本ずつね、このように切り分けておきましょう。トルコキキョウはもうほとんどね、このように一輪にしておくと使いやすいと思います。こういうつぼみがついてるものとかね、そのまま使う場合もありますね。はい、このような形になります。そして最後にですね、こちらのこれハイブリッドスターチーズですけれども、これをこうチラチラとね、この間に入れていきます。これはね、先ほども申しましたが、かすみ草でも代用できますね。では入れていきましょう。はい、こちらで完成です。ちょっとアップにしてみましょうね。はい、今回のアレンジメントはいかがだったでしょうか。今回ね、最初も言った通り、ワンサイドの縦型一点集中型のアレンジメントですね。ワンサイドっていうのはどこか壁のところにこう置いてね、飾るような形のアレンジメント、オールラインではないということですね。そして今回、ウェブ会員さんのサイトには、今回使ったテクニック、ガーベラにワイヤーをインソーションする、これは刃物にインソーションすると同じことです。それとドラセナの、ね、葉っぱを丸めるといったテクニック、こちらの2点のテキストを貼り付けておきますので、そちらも、一緒にね参考にしてみてください。でこちらのアレンジメントを作りたいという方は、そのウェブ会員さんの、サイトの中にその購入のねコーナーのところも貼り付けておきますので、
貼り付けてありますので、そちらから、ぜひ課題をご購入ください。でまたね、そういうウェブ会員さんのサイトを見てみたいという方は、ウェブ会員の登録を N プラワーデザインスクールのホームページから行ってください。そちらの登録は無料となっております。ただね、結構ね、無料のサイトあれなんですけど、募集が多いんですけれども、でまだかまだかっていう方もね、いっぱいいらっしゃるんですけれども、登録ね、これ無料なんで、順次ね行っておりますので、そのあたりは、少しね時間をいただくこともあるかと思いますが、ご了承ください。ではですね、実際にこちらのアレンジメントを作ってみてください。ガーベラがね、最初5本均等に入っていて、途中から刃物を入れるところからどんどん形が変わってきましたよね。そのあたりが N フラワーデザインスクールネクスタイルのマジックとなってます。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time.